傷つかずに生きる方法。精神科医カバサワシオンのカバチャンネル、今日は質問いただきました。ハイハイケンさん、34歳男性。私はこれ以上自分が傷つきたくないという思いが人一倍強いようです。神経質で慎重になり身動きが取れません。そこでカバサワ先生流、人間関係で生じた心の傷の癒し方と対処の方法を教えてください。それを学べば今までよりも前進できる気がします。傷つきたくないですということなんですけど、私のところに寄せられる質問に似たような質問というのは結構多いですね。傷つくのが怖いとかね、傷ついた後立ち直るのが大変だとかいうことで、他の人と深い人間関係になるとどうしてもね、別れた時に傷ついてしまうという部分を恐れるあまりに、あまり他の人と親しくなれないとか、そういった質問とか悩み結構寄せられております。結論から言いますと、まあ私の意見ですけども、傷ついた方がいいです。えっと思うかもしれませんけど、厳密に言うと若いうちにたくさん傷ついておいた方がいいです。心の傷っていうとあまりいい言葉ではないんでしょうけども、例えばはしかっていう病気あります。はしかって子供の頃かかると何日か寝込んですぐ治るんですけども、20歳過ぎたり30、40になってからもしかかるとものすごく重篤になってですね、治るまでに時間もかかったりですね、症状も非常に重く出たりします。なので病気とかっていう子供の頃にやっていることで免疫ができたりですね、体の強さっていうのが養われて、心の場合も同じで、小さい頃に失敗したりくじけたり挫折したりする体験があるからこそ、メンタルタフネスっていうのが、心の体制っていうのができてくる。だから大人になった時もうまくそれを乗り越えることができるということなんですね。分かりやすく言うと、例えば高校生大学生で3回か4回失恋した人がいるとしましょう。その人が例えば30歳になって失恋したとしても、多分そんなにダメージは受けないと思いますよね。でも例えば異性と1回も付き合ったことがなく、異性に一度も告白したこともない人が40歳になって初めて好きな人ができて、その人に告白して振られたらどうなるでしょうか。ものすごく落ち込んで、ものすごく立ち直れなくて、非常に心に傷を負うかもしれないですよね。なので心の傷を負いたくないという気持ちもそれは分かるんですけども、もし負わなかったとしたら、将来的に負った時にそのダメージっていうのが2倍も3倍も10倍にもなりますよっていうことなので、マイナスの体験っていうのは早めに済ませておいた方がいいんじゃないのかなっていうのが私の思いです。あと、この心に傷がついたっていうふうに考えると、ものすごくネガティブな表現なんですけども、人間関係の大きな学びを得たっていう、そういうふうに言い換えるといいんじゃないかと思う。例えば男女の恋愛関係っていうのもあると思うけども、うまくいかなかった場合も、それを通して自分に落ち度があった場合、こういうところを直していかなきゃいけないなっていうふうにして、自分自身を変えていく一つの原動力になったとしたら、それは非常に良かった恋愛っていうかね、自分自身を成長させるような気づきを得たとするのは、それはいい恋愛であり、ここで失恋したということによってマイナスばかりのことではないはずなんですね。あるいは友達との友情の中でいろいろとうまくいかなくなったりするっていう、そういうこともあるけど、そこからいろんな学びを得て自己成長に生かしていけるとすると、それは人生の中で糧であり、そういう体験が積み上がってるからこそ成長していくんですよね。逆に言うと、心の傷を負わないでやっていくと、そういう人と人とのぶつかり合いっていうのがあまりないっていうことになってくると、自己成長もないっていうことになってきて、いつまでも今の通りというか、緩い人間関係の中でゆるゆるとやっていくとですね、そこで成長することもないっていうことになってしまう。それが本当にいい生き方なんでしょうかねっていうことだと思います。だから心に傷がつくとでなく、人間関係の出来事から学びを得ていくっていうことなので、そういった中で成功することもあるし、失敗することもある中で、いろんなことを学んで人間って成長していくので、私はそういう傷つくことを恐れてコミュニケーションしないで生きていくよりも、荒波でもまれながらね、コミュニケーションすることによって大きく成長していく方が、ダイナミックで大きな人生、楽しい人生っていうのを送れるんじゃないかなと思いますので、傷つきたくないというよりは、あえて挑戦して傷ついていってもいいんじゃないかなというふうに思いますので、あまり臆病にならない方がいいというのがね、私のアドバイスでございます。カバチャンネルではすでに1500本の動画をアップロードしていますが、この全動画をリストにしたものを皆さんに差し上げます。1500本もあるので、あなたの悩みの 95% が解決するはずです。1500本全動画リスト、ここからダウンロードできますので、ぜひダウンロードしてください。 PDF ファイルなどで検索もできますから、あなたが見たいテーマを簡単に検索して見ることができますよ。